こんばんは。ちょっと待ってね。こんばんは。ピラの前髪を切りました。今日パスタです。パスタが食べたかったの。そう、前髪を切ったら切りすぎました巻いたらね、これ今まっすぐに下ろしてんだけどさ、巻いたらね、お前になりそう。そう、なんかね、帽子かぶったりするときはこのくらいの方がいいんだけど。なんだろう、いや揃ってると思うじゃん。よーく見たら揃ってないんですよ実は。そうだから、それが気になって、あーもうちょっと揃えるために切ろうと思って切ったら、気づいたらこんなんでした。横に切ったの、このまま、うん、こうやってね。そう、長さ短くしようと思ってね。かわいい、ありがとう、嬉しい。うん、自分でだよ。私基本的に前髪は自分でしかやらない。うん、うん、いただきます。すきばさみでやったら変になっちゃうよ。スッカスカになっちゃうよ私の髪の毛。うん、私プロの人じゃないからさ、私がすきばさみでやると絶対変になっちゃう。うん、すきばさみってね難しいんだよ。え、すきばさみ、うん、あれでしょ、髪の毛の量少なくするなんか穴開いたやつでしょ、ところどころ。縦にってどうやって入れるんだろう。斜めになってギザギザにならないのかな、分からんけど。なんかあれだね、やっぱりプロの人にやってもらわないとね。そういうの、そう、だから技術のない私は横でいきます。うんまあいいんですよ。うん、眉毛ギリギリ隠れてるし、さすがにね、なんか眉毛が全部出ちゃうとあれなんだけど。美味しいね。たまに食べたくなるんだよねパスタって。そう、私は基本的にご飯派人間なので、そうなんだけど、たまに無性に食べたくなるんですパスタ。私のお口の中のご希望としてはカルボナーラでした今日は。でも違います、ボンゴレです。ボンゴレのスープパスタ、うん、セブンのカルボナーラなかった気がする。でも美味しいです、私ボンゴレも好きなんだ。
ボンゴレビアンコ。様子のおかしい人だね。ごめん。うん。うん。あ、それん。うん。うん。本当。あけ、あちゃあちゃ、皆さん何パスタが好きですか？私なんだろうな、うん、私ペスカトーレ、トマト系が好きだな一番。うん、でもトマト系とかをずっと食べてると、なんか和風のちょっとそうあっさりした感じのも食べたくなるし、うん、あでもね、おカルボナーラ、カルボナーラいいよね。カルボナーラはね、うどんでも美味しいんだよ。そうソース買って、ペペロンチーノ。前のお兄ちゃんとね、なんかあの石川のさ、ジョン・カリオストロっていう、まあ洋食屋さんなのかな、ソパフェとかも出てる、そう行ってきたんですよ、行ってきたんですよ、結構前か、1ヶ月以上前かな。そうここで初めてペペ玉食べたんですよ。なんかペペロンチーノに卵みたいな、一時期なんかちょっと流行ったのかな、なんかそうニュースじゃないけど、なんかまあなんかやってたんですよ。そうめっちゃ美味しくってさ、オムライスとかもあるんですよ。そうでパフェも桃のパフェがあって、季節だったからね。そうめっちゃ美味しかったので、ぜひ行ってみてください、ジョン・カリオスト。うん、ペタママジで美味しかった。うん、お兄ちゃんとね2人で行って、うん、言ったっけこれ、この話。うん、パフェ一つとパスタ一つ頼んで分けっこして食べたんだけど、ジョン・カリオストロ、そうペペ玉でも結構時間が経つとやっぱり卵がね少し半熟みたいな感じで出てくるんですけど、やっぱりだんだんあの固まってくるんで少し重くはなります。うん、めっちゃ美味しい。私さ、もともとさそんなあの食べないつもりで行ったんですよ、あんまりね。お腹空いてなかったし、お兄ちゃんが行きたいって言うから、じゃあ行くかみたいな、とりあえずパフェ食べに行こうと思って、そう行ったら、まあ、お兄ちゃんがねペペ玉頼んで、想像以上にあのなんか手が進みまして、そう結構もらった、美味しい、めっちゃ美味しかったね。うん、やっぱり出てきそう。なんだっけ、カリオストロあったよね、カリオストロの城みたいな、なんか。うん、またね違うもの食べに行きたいの。うん、
かの有名店あるの？有名店とかあるんだね。うん、ないなの。パフェとかもあるし、本当に結構何でもありました。カリオストロの城ってね、いつもなんかロードショー、金曜ロードショーでやってるよね。うん、なんかルパンの映画と言ったらって感じ、カリオストロは。うん、そしたらね、またいつもみたいに やるんですけれども、本日のお供はこちら、ぴゃんぴゃん、一緒やないかいってね。今日ちゃんと3つ買ったんですよ。3つ買って1つも食べた。そう、昨日1個じゃ足りなかったから3つ買ったもん。帰ってくるときに食べながら来た。うん。よし。やろう。うん、昨日ねここまでできたので。じゃあ次は4番です。4番猫バスです。ついに猫じゃん。汚れてない？あ、飛んでるわ。スープが飛んでたわ。ちゃんとね、きれいにきれいきれいしてから。作り始める前にもう2粒食べるっていうね。これ低いよ。もともと量も多くないしね。これ一袋で66キロカロリーでね、ハードグミで硬いから結構噛む回数が増えるから、まあ小腹満たしにいいよって言われてる。うん、でもね、私 この時間にグミ食べるときはそのカロリー低いとか高いとか気にしないんで。うん、もうこの時点、この時間に食べてる時点で基本的にアウトだと思ってるんで、私は。そう、気にしません。そういう時はね、食べます。食べるんです。いいんだよ、たまには。食べたい時は食べよう。そう、どうしても我慢できなくて食べたい時は食べるんだよ。食べなきゃ生きていけん。しっかり食べて、だから明日は顔パンパンでしょう。さらに、まあね、
明日ちゃんと調整しなきゃ。あ、めっちゃむくんでるもん。でも今日、そう、めっちゃむくんでる私今日。なんとかね、お風呂入ってむくみ、顔とかちょっと取ったけど、そう、横顔とか見たらね、いつもより全然むくんでます。よし、うん、そう、あんまりわかんないでしょ。それはね、そうなんだよ。基本的にむくみって、なんか今日むくんでんだよねって言ってもさ、よっぽど本当になんかしない限り、顔、あの目が腫れてるとかじゃない限りわかんないんですよ、うん、そう、私がそう感じてるだけであって、私っていうか、まあその人とかがね、意外とわかんないもんなんですよね。そう、わかる人は、あ、普段すっごい私のことなんかもう隅々まで見てんだなみたいな人ですね。ちょっと怖いくらいです。もしこの段階の今日むくんでるねとか言われたら、お、やばいぞこの人、普段どんだけ私のこと見てんねんってなる。だから基本的には気づかないのが正解です。さすがにこの時点でむくみ気づかれたら私は怖いと思います。うん、横顔見たらね、分かりやすかったりするかも。いつもより薄かったりする、ここのラインがね。うん、だから目腫れてるとかだったら、目ちょっと、あ、今日いつもよりちょっと腫れぼったいなとかだったら気づいても分かるの。うん、それはなんか、うん、おお、すごい、まあやっぱりそうだよねってなるけど、うん、基本的にはこの段階のむくみは気づかれると困る、私も。気づいてほしくないと。こんばんは。全くでしょ、うん、それでいいんです、大丈夫です。はい、それがまあ正しいです、正解です。この段階のむくみ気づいたらすごいです。はい、ちょっと怖いです。ちょっとじゃなくて結構怖いかもしれない。まあでもね、あの、その気づいてくれたら、なんか、あ、私のことすごく、あの、よく見て、あ、すごく私のことをね、あの、好きでいてくれてるんだなっていう証拠ではあるかもしれないんですけど、でも、あの、気づかなくて大丈夫です。熱下がった、よかった。しんどいよね、私多分熱出たらダウンすると思う。普段さ、あんまり熱出ないからさ、30、あの、しんどかったもん、あの注射打った時、夜中寒すぎてさ、もうなんかいつだったかな、夏とかだった気するんだけどさ、まあ、結局38度9くらいまで出たのね。そうなんだけど、なんか夜中寒すぎて起きて暖房つけて30何度、31とかにしたのかな、暖房って基本的に 何度にするのかしら。めっちゃ暑くて寒いと思って、うん、しんどいよね、暑なったり寒なったり。そう、本当に、ね、そうだ、しんどいんですよ、うん、39入ろうもんなら、あの、フラフラしますからね、もう。そう、
本当にもうフラフラしてるから。そうだから私そこまでもう熱出ることないからさ、微熱もほとんどないもん。しんどいなと思っても熱出ないんだよね。健康でよろしい私本当に。怪我もあんまりしないし、腱鞘炎と一番大きいのあの捻挫だね、肩の捻挫、上がんなくなったやつ腕が、うん、暗い。そう、またノリね。いいことだ。私基本的に体調崩すのってさ、メンタルやられてる時とかが多いから、うん、そうだから熱出ないし、うん、メンタル崩すとね、ほんとあの適面であの体調に出る、頭が痛いだとか、そう、お、400回ありがとうございます。え、待って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 、やってる私、やってるわ、やらかしてる。あー、そんなことってある？最悪です。やっております、私やらかしました。ノリ逆です。いや、とりあえず逆に塗ろう。あれだわ、上からまだ重ねるはずだから。うわー、やってんなー。すっごい頑張って頑張って塗り広げたあたりでしょ。反対側に塗りました。こっちが表面です。いやー、もういつかやると思ってたよ私。もういつかやると思ってたからさ、もうなんか、まあ、想定内っちゃ想定内なんだけどさ、とりあえずなんか一番上の面じゃなくてよかったっていうことで、一番上のをね、これにすると悲惨よ。そう、この上からまだ重ねるものがあるので、よしとしましょう、ね、よかったね、まだ重ねるものあって。私本当におバカチン。でも下手に上から押さえられんよこりゃ。そしたらとりあえず猫バスを貼れるところ貼ろう、買おう。これも危ねえ、これも逆にするとか言った。うん、大丈夫と思ったけど大丈夫じゃないな。体の部分に関してはもうはい、もう貼るものがなかったです。
あるはず、まだあるはず。あ、猫のしっぽ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 。やだ本当に、もう何してんの。どこ、どここれ。え、待って、これどこに合わせて貼ってんのこれ。え、あ、違うわこれ、違うやん、違うわ、もう貼るもんないわ。ほらこれこのまま乾くんだよ。やだ、だってこれメインじゃん、トトロな絶対これがメインじゃん。ほら一番見えるところやらかしてるよ私。ごめんトトロ、トトロじゃないわこれ。頭こんがらがってきた。猫バスやこれ。まあいいや、もうしゃあない、もうこうなっちゃったもんしゃあないから、もう進もう。これはもう言うとったちでしゃあないわ、どうにもならん。ほんでやっぱりノリが出ん、ね、そうそうそう、多様性の時代時代、そうそうそう、大丈夫、あのノリ透明だからさ見えなくなるはずなんだよ。そう透明になるからちゃんとこのノリは。個性だよ、個性、個性出していかなきゃ。いいよ、オリジナリティあっていいよ、いいよいいよとか言ってね、心の中ではちょっとへこんでいるという。そう、一番メイン。ちょっとへこんでるよ。まあね、でも言ったってしゃあないからな、ずっと言っとったってしゃあないから。すごい顔してたね今ね。慰めて誰か。
なんか絶妙にずれてるの気になるな。合ってんのこれ。え、綺麗になるよね。大丈夫。うん。なんかツヤ感が出た。ほら、ツヤ肌って大切じゃん。お肌にツヤあるとさ、綺麗じゃん。ね、綺麗に見えるじゃん。いいじゃん。オッケー。うん、これちょっとなんか合わないんだけどさ、下と。それはもうどうしようもできるのか。そしたら、私さなんかそうツヤ肌の話してさ、あれなんだけどさ、私さ、まあ、メイクするとき大体まあツヤ肌意識してるわけじゃないけどツヤ肌になるんですね。まあ、ファンデが多分そうなんだろうけど、マットにするときってどうなんだろうって今ふと思ってさ、やっぱりもうファンデによるんかね。私は基本的ツヤ肌、あ、まあ、マットより私はツヤの方が合ってると思ってるから、そうあれなんだけど、なんかマットの、うん、なんかセミマットとかなんかいろいろあるじゃない。あれって何が違うの、そんなと思っている次第でございます。セミマット、ほらセミっていうのはなんかそのブーンブーンじゃないの？マットとツヤとどっちも入ってみて、なんかそのマットすぎない感じ？うん。説明ができん。うまく説明できんかった。いや、リップとかのマットも気になるんですけど、一応持ってるんです。うん、一個買ってみて、自分でね買ってみたんですけど、いや使いますけど、基本的にやっぱりツヤの方が合ってるんだよね私。うん、そうだからやっぱりツヤを、うん、ツヤ系のを使うことが、なんかな。そう、お肌はどうなんだろうね。なんか何が違うのか分かんなくて、うん、
まあ、だから私クッションファンデのなんかツヤ出るアミューズの使ってるからなるけど、なんかなんだろう、パウダーもそうじゃん。パウダーもなんかツヤ出る、ツヤというかなんかそのマットにするやつとそうじゃないやつとあってみたいな。私の今のパウダーは全然そうじゃないので、セミファイナル、分からん。分からん。メイクに関しては私正直詳しい女ではないので、そう、まあでもね、私はねやっぱりお洋服に合わせて今メイクを変えたい人間なので、そうメイク詳しい人っていいよね、なんかこうしたらいいよみたいなさ。だからさ結構さ、あの派手にすごいカラー使ってここを染める人、あのなんていうの、アイシャドウする方っているじゃない。あれもねちょっと私興味はあるんだよ。まあ多分自分がねやることはあんまりないかなとは思ってるんだけど、そう気になってはいる。うん、なんかかっこいいなって思うよ本当に。のりつけすぎたん。ああ。やっぱりメイクは特になくなかった。いや、いるでしょ。うん。うん、私はなんかハッツもだって詳しい方だったじゃん。なんか自分でちゃんと研究してやってたからさ、すごい詳しかったよ。うん、でもなんかその得意と詳しあれ？うん、詳しいとはまた違うし、あの私の言ってるメイク、あのなんていうの、本当にあのなんていうか、もうめっちゃカラフルな感じのやつなんですよ。だからまたなんか違うのかなと思って、系統がね。分かんないけどね、やってみたら意外とできたなってことはあるだろうけど。猫バスや。
かり猫バスや。そう、特徴がもう全然違う。猫バスやん。かわよ。見てください、ほら、ツヤのある肌をしております。ツヤ肌の猫バスでございます。ティントはあるけど、なんで合ってるの。どうなんだろうな。ミューズ、アミューズはでもツヤでいいと思うんだよね。そう、アミューズはね、本当私アミューズめっちゃ好き。あのお友達におすすめしました。お友達、うん、なんかファンでない、なんかいいのないって言われて、そうだ、なんかマットとツヤとどっちがいいですかみたいな話して、お友達、お友達、まあ仕事場の人、お友達みたいになっちゃったんだけども、そう、今日もねちょっと会って話した。そう、なんかそう、ファ使ってるファンでなくなっちゃったんだけどいいのないって言われて、そう、どっちがいい、なんかど何系がいいですかみたいな、マットとなんかツヤと、まあ、な結構いろいろありますけど、どういう系が好きなんですかって、そう、どういう系がいいんですかって、んー、まあツヤがいいかなって言ったんで、ツヤだったらもうアミューズです。アミューズはめっちゃ、私はすごい愛用してて、そう、めっちゃツヤは出ます。あとはまあパウダーにもよりますけどっていう話をしておすすめをしました。うん、ただなんかすめちゃめちゃカバー力があるかって言われたら、そうめっちゃカバー力があるタイプではないと思うのね。まあなんか私のつけ方にもよるのかもしれない。そう、私は別にカバー力を求めないので、そうなので、まあカバー力があるわけではないけど、そう、でもツヤはめっちゃ出る、綺麗になるっていう話をして、そう、探してみるって言ってた。え、かわいい、かわいくない、猫バスかわいいんだけど。そして今何時、なんかすごい夢中になって話してやってたけど、また50分くらいになったら、はい、もう一回プロのか、ちゃんとプロの方にメイクしてもらいたい。ちゃんとプロの方にっていうか、今までヘアメイクさんにやってもらうことありましたけど、基本的にはまあ自分でやってての、もう、あ、ほら、あるじゃん、そういう診断。なんか、お願いしたら、メイクわからない人が、その方にお願いしたら、もうその人にの雰囲気に合う、どういう風になりたいかとかに合わせてメイクをしてくるみたいなあるじゃない。それをやってみたい。アンドビーっていうの、ちょっとわかんない、私詳しくないから、そう、そこまで詳しい人じゃないのわかんないけど、そうなんだね。あ、聞いたことある、ただ読み方とかがちょっとわからない。
ギフトありがとうございます。可愛くない？とりあえず、うん、完成？4の表は完成、裏があとある。うん、裏があるみたい。どうしよう、これで今日これここまでにしとこうかな。次明日から裏にしようかな。あ、明日あれだ、明日私仕事だから帰り、あ、外で配信だ、外っていうか、うん、あれだ、うん、そんな帰ってきて配信ができないんだ。最終日だもんね、明日ね。とりあえず今日ここまで、うん、来月また、来月じゃん、まあ来月ね、普通の配信の時やりましょう。そしたらね、カラオケ行きますぜ、平野恒例のカラオケ行きますぜ。ね、ちょっと霧のいいところで終わらせておきます。うん、ね、さっきこれ匂い嗅いでいい？プレゼントでいただいたんですけど、昨日ね、そう帰ってきてから見てたんで、ちょっと時間がなくてあんまり寝れなかったんです。うん、元気になっちゃったんだ。金木犀、そう、まだ開けれてなかったんです。かわいい、デザインがもうかわいいんだけど。あ、いい匂い。で、ダメだ。なんかこれ絶対紙に出した方がいいんですよ。なんかいらん、あ、ティッシュでいいや。ちょっとごめんなさいね。ティッシュにちょっと出します。あ、いい匂い。なんかね、金木犀、ドストレート金木犀ではないんだけど、金木犀とちょっとなんか。石鹸の匂いが混ざったような、そう、感じの匂い。金木犀すぎない感じ。でも金木犀の香りもする、ちゃんと。うん、これね、めっちゃみんな好きだと思う。みんな好きだと思うって言い方なんかあれなんだけど、うん、いい匂いこれ。これはね、ちょっと私はそう、匂いを嗅ぎたかったんです。そしてこちら、ちょっと待ってね、手にノリが。これはまたなんかちょっと、これなんかデザインがちょっと、あのメンズっぽい。
123匂いが最近の変化。そうなんだ。じゃあまた変わるんだね。今さ、あの出してすぐの匂い嗅いだから。これもいい匂い。これねちょっと説明できないんだけどさ、これもまたねなこっちと違っていい匂い。なんなんつったら説明ができない。これ言葉にできないな。なんか石鹸でもないんだけど、そう石鹸とかなんかそういう匂いじゃないんだけど。わあちょっと待って、嗅いだことある。ちょっと似た匂い、なんだろうな。あ、説明ができん。だってなんかで嗅いだことあるぞこれ。わ出てこん。おお、これこぼれてる。ちょっとやん、うん、説明ができないんだけれども、どっから漏れてたんだ今。今ちょっと漏れてた。どっかでね、なんか似たような匂い嗅いだ気がするんだよねこれ。うわ出てこんな、出てこん。すっごいモヤモヤするよ。なんだろう、何の匂いだろう。あ、ちょっと出てこないか。だからこれもめっちゃいい。うん、これがさ、なんかさらっと歩いた時に香ってきたらね、いい女って感じが。私の声、個人的な感想でも、これが本当に歩いてる人から匂ったら、うわいい女って思っちゃう。感想の癖よ。これはまた後で。前のもいいよ。前いただいたのがカルバンクライン、CK カルバンクラインとジルスチュアート。もうジルスチュアートはもうザ女の子、可愛い。そう、なんか少し甘いんだけど、でも甘すぎないから気持ち悪くならないの。なんて言ったらいいかな。そう、やっぱりなんかそのちょっとなんかこれを女の子らしいみたいな言い方をすると あれなんだけど、今の時代にね。でもやっぱりなんかジルに関しては、ジルスチュアートに関してはちょっとなんか女の子っぽい、少し甘い、うん、でも甘すぎないから、本当に私甘すぎるのちょっとダメなんですよ。うん、ちょっと甘いんだけど、なんか柔軟剤というかそっち系の匂いにも感じるというか、うん、そうだからなんか柔軟剤とか石鹸とかそっちの感じもある。そう、説明が下手くそなの、語彙力がなすぎて。でもこれは本当に甘すぎない、あのこれも割とあの誰にでも受けがいいものです。こっちもねめっちゃいいんですよこれ。私も全然なんかあんまり嗅いだことフローラル、なんか説明ができないよね、下手くそだよね。そうフローラルとか出てこない。でこれね、私あんまり嗅いだことない匂いだったんですけど、これも良き。これね爽やかなんです。ちょっとそう、使ってた？これ良くない？うん、他のより爽やかな匂い、ちょっと、うん、なんかすっきりするというか。これもうん、すごいね、私は好きでした。私の中で本当に持ってない匂いで、でもどっちかってやっぱりその
ちょっと甘め、甘すぎないけどちょっと甘め、やっぱりうんのものが多くて、そうこれはね私本当に好きですね。なんかお洋服に合わせて変えたりする。ちょっとこれすっきりしてる感じだから、なんかデニムとかちょっとメンズライクというか、そういう日に使ったりします。うん、これはねめっちゃいい。なんか全部でいい匂いなんですよ、だから本当にっていうね。なんかそれぞれ全然違います。やっぱりそうだよね、メンズ寄りだよね、ちょっと。そうでもメンちょっとメンズ寄りなんだけど、本当に女の子でも使える、そんな感じです。うん、だから本当にその通りな匂いだなと。爽やかな、ちょっとすっきりとした感じの匂いですっていう。うん、全部良き。そしたらね、ちょっと感想を話したところで、私の今の手の匂いはすごくいい匂いですなんかちょっと髪の毛とかにつけてもいいよね、さっと。今つけない？なんかまあ仕事とかにもよるかな。私今まあ飲食店の時はねさすがにつけないんですよ。うん、飲食店でやっぱり香水って匂い、食べ物とかにもなんかなんていうの、匂いが移っちゃったりしてなんかあんまり良くないし、そうなのでつけないんですけど、まあお休みの日とか最近はね、たまに仕事の時もつけていくから、昼からのね、昼っていうか朝からの朝昼、まあまあなんかそう昼の時間帯の仕事場にもつけてったりします。基本的にそんななんかもう一日中ずっと香ってますっていうのは、そう強い匂いを放ってるわけではないので香水、まあだから朝つけていくと、もう夕方の頃にはほとんど匂いがないので、そうないのでたまにつけてますね。まあ、でも私なんかごっつつけていくわけじゃないから、ほんと手首にシュッてして、もうこうやってちょっと手の先につけてくらいなので、まあもともとそんなにめちゃめちゃ香水のにおがにおってくるっていうことはない、うん、とは思いますね。もう一回香港、香水に目覚めちゃったもん、なんかちょっといいなと思って。普段ね、香水すごい買う人ではなかったんだけど、ちょっとお店をね見るようになりました。うん、ごめん、今絶対 ASMR になってたよね、ごめんなさい、嫌いなくてごめん。はい、ですよね、ごめんまして。素晴らしき世界、
べ。今日もまた己の醜悪さに惑う。なのに人好きって思う気持ちだけは一丁前にあるからもだえてるんでしょう。愛に正直言って私の顔はそう神様が左手で描いたみたい。いつせこの世にあるラブソングはどれ一つ絶対私向けなんかじゃないでしょう。使い道のない口づけ哀れみを欲しいままにスパンコールのかさぶたで身を守る。愛されないくらいなんだ。ギラギラ輝いて私は夜を飲みラプタプタプタプ今に見てろこのラブ目にしみるわ1ミリグラムの花火ジャッコジャッコなんてファニーこの世はピザギラ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 。お客様も存ぜぬうちにもう健やかに狂っていたみたい。それは世界の方かそれとも私の方ですか。強制は鼻から無理でしょう。まがいものこそ悲しけれ無我夢中走る走る強い酸性が洗い流す前に蛍光色のあざ抱いてメラメラ火を吹いて私は夜の神ラプタプタプタプそこで見てろこのラプ強くおなりあなたなりのメイクアップでフラップアップフラップアップついにファニー孤独はガソリン卑屈な街を行く目を閉じてもう一回もう一回もしも神様が左利きならどんなに幸せか知らない輝いて私は夜を飲みラプタプタプタプ今に見てろこのラブ目にしみるわ1ミリグラムの花火ジャッコジャッコなんてファニーこの世はピザキラ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 花は満ちてありのままじゃいられない。誰も彼もなんて素晴らしき世界だ。ギラついてこTurn it up. Just turn it up. Just rock.
かも。お呼びですか、ねえ、かけた SOS はマジだ。ほらまさに高校で素直じゃなきゃ。何か願うなら君と恋に落ちた地によ。綺麗事ってよりも自己中の方がマシね。まずは言わなきゃわかんないでしょ。言葉は意外にも魔力を秘めてるの。正直な君の夢はそうよ。この星は思い通り、二人なら望み通り、未来さえもお見通し、叶えてあげる。君もくれば好きになれば、もっとなれば、覚悟できた。退屈なんでしょう、同じ日々は。前に進むならむしろ派手な、強気なゴーサイン。君はスーパースター、シャイニースター、スーパースター。辻褄合わすように運命に飛び乗って、気の向く方へドライブでしょ。世界は意外にも単純にできてるの。内緒だよ、 I'm just your biggest fan。 そうよ、この星は思い通り、二人なら望み通り、未来さえもお見通し、叶えてあげる。好きになるわ、もっとなれば、癖になるわ。あ、グループの歌って行き過ぎた変ですね、やっぱり。DJ まるで地球儀を回すように奇跡さえ手順通り、ロマンティックが欲しいなら叶えてあげる。ただ君が願いさえすればそう自由になりたい。ただ君が願いさえすればもう離れたくないよ。 I'm genie for you boy、 君もくれば、なれば、I'm genie for your dream、 もっとなれば、I'm genie for your boy、 きっとなるわ、I'm genie for your boy、 好きになれば、I'm genie for your wish、 癖になるわ。
んー、何にしようかな。これ歌おうかなと思ったけど歌えなさそうだったそう、歌えなさそうな感じだったからやめた。コナン君の歌なのに、あれコナン君の映画の歌なのに、しかもあれですね、私が好きな安室さんが出ている映画なのに歌えなそうだった。聞いてたはずなんだけどな、前。恐怖中で、あくび出ちゃった、ごめん。あら、もうこのまま腐っても時話かよって笑うかな。知らない言葉を覚えてゆくたび、面影の中手を伸ばすの。だけど一人ではわからない言葉もあるのかもしれない。さよならは苦くて、愛してるわ遠い匂いがした。たとえようのないこの想いはとても怖くて、だけどとても愛しくて、私なんで泣いてるんだろう。心に答えたらいい言葉はいつでも語るでもなくて、そこにあるばかり募るばかり。私はあなたに会いたくなる。言葉を覚えてゆくたび、自分のことが嫌になりそう。
だけど背を向けちゃいけない言葉もあるのかもしれない。悲しみは冷たく、ありがとうはぬくもりに色づく。形のないもの触れるたびに、あなたの声が胸の奥で響いているの。きかけてはやめた、宛先のない手紙は風に揺れる、届けたい人の街まで、始まりの終わりを伝えるため止めないことをあなたに今日を誇れるように。私なんで泣いてるんだろう、心になんて答えたらいい。言葉はいつでも語るでもない、そこにあるばかり、募るばかり。私はあなたに会いたくなるよ。
痛い。あ、大丈夫だよ全然。なんともなってない。ごめん、ちょっと癖というか、そう、外したっていうか外れたから触っちゃうだけ。そう、それだけ、全然なんともない。ありがとう、心配してくれて。例えば今日までの僕が壊された夜、誰にも愛されていないと感じた夜、ただまっすぐに透き通る明日を信じることができたならば、眩しくて眩しすぎて瞳凝らしていた君の心の色さえわからないから、新しい季節と誰かのサイン、見逃さないように僕らは走る、遠くてもそれは祈りのように、輝きを探してる、雨上がり虹がかかるよ、例えば夕日さえ色あせてしまった日は、誰かの勇気まで疑ってしまう日は、また声もなく泣きそうな自分を、目を閉じて許してみて、いつまでもいつまででも笑っていたかった、君の涙の色さえ気づかないから、変わらない景色と別れの後で、今を振りほどいて僕らは走る、階段を駆け上がり汗で滲む未来、その窓を開けたなら全て今キャンバスになる、空はまた晴れてゆく、雲はただ流れてく、本当に綺麗なものまだわからないけど、戸惑いも悔しさも全てが絵の具になるから、下手く育て消さないで、新しい季節と誰かのサイン、見逃さないように僕らは走る、遠くてもそれは祈りのように、輝きを探してる、雨上がり虹がかかるよ、
ミュートでした。失礼いたしました。平野あるあるということで、そう、今日ウォンニョンちゃんがね誕生日なんですよっていう話をしてたの。そう、可愛かったの、インスタね、インスタ見て可愛かったんだよっていう話をね。笑っていたのは強がりからじゃなく、泣き顔なんかもう見たくないでしょう。星屑みたいな一粒の出会い、さようなら最後の言葉が見つからない。そうだよ、私は平気だよ、強いから。ごめんねっても言わないで、辛いから。 It's so precious、 oh, oh. こんなはずじゃなかったけど、 I miss it、 yeah。 一人でも歩いてく、笑っていたのは強がりじゃなく、泣き顔なんかも見たくないでしょ。星屑みたいな一粒の出会い、大丈夫、次の光ならすぐそこに。いつもよりも微笑んでいたいから。 You're so precious、 君との時間のすべて、 I miss you、 抱きしめて歩いてく、笑っていたのは強がりからじゃなく、泣き顔なんかも見たくないでしょう。一番綺麗な私を覚えてて、もうバイバイ、最後の言葉が見つからない。言葉だけ、星屑みたいな私を覚えてて、大丈夫、次の出会いならすぐそこに。したらね、ランキングいきますね。みんなも眠いよね、遅くまでありがとうね。ランキングいきます。13位ナナタ、32位虹色の空さん、11位チョノさん、10位桜のお友達さん、9位カバちゃん、8
位たもちゃん、7位、ハスキーさんかな、6位サブローさん、5位サルキチさん、4位ユーボーさん、3位カイさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ナナタさん、ユータさん、ケンイチさん、マントメガネさん、アキラさん、トメさん、カイさん、ユーボーさん、桜のお友達さん、タマちゃんさん、チョノさん、ハスキーさん、ピアノマンさん、ニシさん、タケさん、サルキチさん、カボちゃん、大丈夫博士さん、カイさん、サブローさん、ウメッチさん、 BPM188 さん、ところてんさん、虹色の空さんです。ありがとうございます。ラストだったよ、ごめん。ラスごめん、聞こえてなかったのかな、わかんない、音入ってた、一応ラストって言ったんですけど、ごめん、私がマイク入れてたかどうかはわからん、ごめんね。ラストです、さっきのが。はい、ということでね、皆様本日も一日ありがとうございました。今日ね、朝配信なくてごめんね、なんかあの時間過ぎてた普通に、うん、ごめん、あのもうね、あの起きた時間がちょっといつもよりそう遅かった、ごめんなさい。アイスカフェさん、ありがとうございます。ミュートだったのか、ごめん、そう私たまに音切るから。カズさんもありがとうございます、ごめんね、あの今日で、はい、あの今日でじゃなかった、間違えた、今日はね配信終わるんですけど、ありがとうございます。そして皆様のイベントご協力いただきありがとうございます。はい、明日がね、そう最終日なんです。あれなんですね。なんだ、最終日で、まあちょっと私仕事はあるので、またねラジオ配信でどっかあの違うとこ、あの家じゃないところから配信してるとは思うんですけれども、はい、最終日最後までよろしくお願いいたします。はい、それではまた明日。お会いしましょう。それでは皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい、ありがとうね。アイスカフェさん、ありがとう。おやすみ、皆様ゆっくり休んでください。などお花火ありがとうございます。タコの花火の迫力がすごい、やっぱりいつもそう来るとおーってなるありがとう。それではまた明日、おやすみ。